1957年地図、カリバタ国立中央英雄墓地は、インドネシアの南ジャカルタ市にある、国立追悼施設である。インドネシア独立戦争中に戦死した将兵、そして戦後に亡くなった元将兵が埋葬されており、同様の施設は、スラバやメダンなど、インドネシア国内の各地に存在している。 インドネシア国内の国立英雄墓地に埋葬されているのは、インドネシア独立戦争に参加した戦績のあるもので、性別、宗教、種族は問われない。カリバタ英雄墓地には、約7000人が埋葬されていて、戦後生き残った元戦士も、没後はここか国内各地の英雄墓地に埋葬されることになっている。葬儀の費用やその後の管理の費用は全て国家が負担する。 カリバタ英雄墓地の敷地は、イスラーム、キリスト教、仏教など、埋葬者の信仰ごとに区分されており、また、指名不詳の戦没者が眠る、無名戦士の墓もある。独立の英雄としてこの墓地に埋葬されることは、インドネシアで最高の栄誉とされており、その葬儀には、インドネシアの国防省代表、インドネシア国軍の葬儀委員、議場兵、軍学隊が参加して、 厳粛に取り行われる。インドネシア独立戦争に参加した日本人のうち戦死が確認され、遺体が収容されたものは各地の英雄墓地に埋葬されており、カリバタ英雄墓地には27人の日本人、戦没者が埋葬されている。戦死を確認されながらも名前が判明していないものは無名戦士として英雄墓地に埋葬されている。 ただし、独立戦争に参加しつつも、その後行方不明となっている元日本兵の数も少なくないと思われる。独立戦争を生き抜いた日本人元兵士にはインドネシアによって、ゲディラ勲章が授与され、英雄墓地に埋葬される権利を得るが、本人が望まない場合や、書類不備などの場合、一般墓地に埋葬される。こうした一般墓地の整備や、 日本人戦没者の遺骨収集、そして行方不明者の確認作業は、独立戦争後にインドネシアに残留した日本人らによって進められている。日本の政治家、皇族が狩リバ英雄墓地を訪れ、参拝、喧嘩を行った例としては、中谷元防衛庁長,長官、小泉純一郎首相、秋篠宮文人親王、の子夫妻がある。 また安倍晋三首相は2007年8月21日及び2015年4月22日の2回カリバタ英雄墓地参拝を行った。2015年4月22日アジアアフリカ会議60周年では開会式を終えた安倍首相は墓地を訪問しインドネシア独立戦争の英雄である日本人の墓前にも喧嘩した。マルガ英雄墓地は 1946年11月20日、オランダ軍との壮絶な戦闘により全滅した、グスティングラライ将軍率いる、既有軍部隊94名ほかインドネシア独立、戦争で戦死した1372名を埋葬した、戦没者墓地で、バリ島バナン県マルガにある。チャンディマルガならボエ縁とも言う。その中には、終戦後も残留して、 ムグラライ部隊に属して戦死した12名の日本人も含まれている。毎年11月20日には戦死者を追悼する儀式が行われている。クスマネガラ英雄墓地は別名スマキ英雄墓地とも呼ばれるジョグジャカルタのスマキにある英雄墓地。1914人の軍人、軍属、民間人を含む戦没者が埋葬されている。終戦後も残留して戦死した6名の日本人も 埋葬されている。ボゴール英雄墓地、テビチンギ英雄墓地、チレボン英雄墓地、タシクマラヤ英雄墓地、スラバヤ英雄墓地、パマタンシアンタール英雄墓地、マラン英雄墓地には多数の日本人が眠っている。ありがとうございます。